都心に佇む贅沢空間、勝ち組の住処、名古屋の丸の内にある 1LDK をご紹介。丸の内駅から徒歩4分、やってきたのは名古屋市中区の丸の内にある8階建て築浅のこの物件。外観は黒くて高級感のある雰囲気。早速お部屋を見ていきましょう。各階に1部屋しかないので、ここに住めばこのフロアは貸し切り状態。まずはエントランスの紹介。横長の広すぎるエントランスには壁掛けフックとシューズボックス。部屋の広さに対して小さめかな。一人暮らしなら問題はなさそうです。そんなことより広すぎて持て余しそうです。インテリアコーディネーターに何を置いたらいいか決めてもらいましょう。このエントランス、間接照明が上から下まで入っていて、とにかくおしゃれだし、足元も照らしてくれて実用性もあります。エントランスだけで1時間くらい語れそうですが、次行きましょう。ここは7畳のベッドルーム。窓が多くて嬉しいですね。壁は白と赤、落ち着いた色味で高級感があります。続いてこの扉、ここはなんとウォークスルークローゼットになっていて、この奥には水回りがあるので、洗濯し終わった洋服なんかをすぐに収納できる紙間取りです。ただ何もついていないので自分で買ってください。おすすめはハンガーラックですが、他に良い使い方があればぜひコメントで教えてくださいね。そして水回りはこの広さで、洗面台はなんと4面鏡の高級感ある綺麗な採光照明がついていないかと思いきや、ここに手をかざすと手が汚れていても照明がつけられるようです。楽しくてつい遊んでしまいましたが、よくよく考えると照明よりも水がセンサーで出てほしい。あったら便利ですが、それよりもおしゃれでスタイリッシュ、ハイテクなかっこいい洗面台でした。続いてお風呂を見ていきましょう。モノトーンで高級感あふれる空間と大きな浴槽、最高です。こちらには収納もあって、タオルや下着を置くのがいいかな。可動式の棚で便利そう。スライド式の扉の先にはまた収納。ここは普段あまり使わないものを入れるといいかも。消耗品のストックとかかな。そしてトイレはなんだか丸くて可愛いデザイン。ここまで紹介したところは回遊動線になっていて、便利な生活が待っています。ただし曲がりすぎると目が回ってしまう恐れがあるので注意が必要です。いよいよメインルームのご紹介。扉の先に広がるのは21畳の LDK。 あまりの広さに絶句してしまいました。壁の色は赤に加えて黒も。ちょうどこの部屋と同じ色の服で運命を感じたので、この部屋には私が住みますね。家賃を見て軽く絶望した話はまた後で。バルコニーに出てみると景色はこんな感じ。周りに高い建物が比較的少なくて悪くないですね。最後にキッチンを紹介していきます。なんといってもこの物件の目玉はやはりこのアイランドキッチンでしょう。料理好きにはたまらない。三口コンロでグリル付き、十分な料理スペースに加えて嬉しい食洗機付きでテンション爆上げです。しかもこの食洗機はかなり大きくて、大きめの食器や調理器具なんかもすっぽり入っちゃいそうです。シンク広すぎるし、これはもう住みたい。こんな高級感あふれるキッチンのある部屋、どんな人が住んでいるのか気になります。あ、ここにパントリー収納もあるよ。そんなこの物件の詳細はこちらになります。他にもたくさん良い物件を揃えていますので、名古屋でお部屋探しの際は気軽にお問い合わせください。他の動画もぜひご覧になってください。ではまたね。今この部屋だけ空いていて住むなら今だけど、さすがに毎月23万円も家賃払えないよ。